皆さんこんにちは、谷正樹です。今回はですね、アマチュアの方が飛距離アップをさせるときにとてもこうミスを起こしやすい、まあ、いわゆる勘違いをしやすいミス、これのベスト3じゃないですけど3箇条と言ってもいいですかね、を説明していきたいと思います。まず一つはですね、球を遠くに飛ばそうと思うがあまりに助走をすごいこうつけようとしすぎる、いわゆるオーバースイングになってしまうミスですよね。2つ目が、遠くに飛ばそうと思うがあまりに体重の移動を一生懸命たくさんしようとしすぎてしまう方。そして3つ目、これはやっぱり遠くに飛ばそうと思うがあまりぐーっと力を入れすぎてしまう、この3パターンになっています。で、まあ、体重移動ダウンスイングの時にやっぱりこう体重の移動はもちろん、必要なわけですね。で、ただ体重移動していった時に、ダウンスイングでいわゆる左膝がこうグッとこう笑いながらダウンスイングをしてしまったりだとか、あとは上体が突っ込みすぎてしてしまうのとか、まあ、こういう作業っていうのは基本的にはスウェーって呼ばれる動きなんですけど、これはやらない方がいいですよ。ただ、もともとアドレスしたポジションのこの左サイドのこの、 位置ありますよね。でこの位置よりはダウンスイングっていうのは、必ずちょっとはこう出るものなんです。最低でもで出る人ではもう左足もも1本分ぐらい出る人もいるし、少ない人でも左のもも3分の1ぐらいはもともとアドレスしたところよりも、必ずちょっとは出るようになっています。で、最近まあよく、まあ、地面反力っていう言葉もよくいろいろ聞くと思うんですけれども、地面反力する選手でも必ずと言っていいほど左に必ずスライドをしています。ただ、スライドさせるときにどちらかというと、その場でバックスイングを上がった状態から切り返す瞬間にちょっとだけ左に踏み込んでいて、そこからはもうどちらかというと左膝が伸びながら、体が少し戻っていく動き、Z トレーズいわゆるこう体が戻る動きですね、踏み込んでいって戻るっていう作業になるんですけど、この作業っていうのは一番、力を伝えられる動作で、しかも地面の、地面をうまく利用して、なんか蹴り上げられる動きというか、でその膝を伸ばしていく作業っていうのは当然腰を回転させる作業につながってくるわけですから、まあ、これは伸ばした方が回転力は増しです。で、例えばこのもう10年ぐらい前の時はその左膝が伸びるのどうなのっていう理論もありました。でそれは例えばロングヒッター女子のローラーデイビスさんなんかね、すごいバーンってつま先伸ばしながら打ってましたけれど、あの方の打ち方とか、あとは女子の非力な方とかジュニアなんていうのはこう伸びながら打っていました。これはやっぱり力のない人が、筋力のない人が最大限に飛ばすための自分なりの最大限の本能の工夫だったんですよね。で結局今はそれを、いろんな男子プロも含めてみんなやり始めてきていると。でただ誤解していただきたくないのは、それを全部右半身でやっちゃうとこれはただのドラゴン の飛ばし屋になりますから、これはこのアイアンも含めて安定性っていうのにからのバランスで考えていくと、右サイドからの右サイドっていうのはちょっとなしかなと。ですからイメージとしてはバックスイングの時にあんまり体重の移動がそんなにしないような、そのまま一軸の感じでバックスイングが上がってくる、軸が一つのイメージで上がってくる、アドレスのまんまで上がってきて、そこからちょっと左に踏み込んでいく動作、ハーフウェイダウンぐらいですね、ちょうど左腕が時計の針で8の状態ぐらいまでが一番エネルギーが左下に落ちている状態、そこから左膝が伸びていく作業と右膝が助長される動作を作って伸ばしてくると、そうすると、一番地面を利用しながらかつ行って戻ってっていう動き、踏み込んで戻ってっていう動作ができてくると、さらに球が遠くに飛んでくるかなと。だから腰を回す作業というのはあくまでも左膝が曲がってきてから伸ばしていく作業、伸びていく作業によって腰を回していくようなイメージにしてくると、
いわゆるヘッドスピードを上げるための、腰の正しい動作になってくるし、このスウェーっていうのも踏み込みもなくなってくるかなと。だからできるだけ頭はあんまり変えないようにしてあげて、ちょっと踏み込む動きで、そこからこう膝が逃げたりとか行き過ぎないようにして踏み込んでいく動作と、あとは戻る、伸ばして腰を回転していく作業っていうのがあれば、スウェーというのがなくなって、正しい、体重移動からの回転運動っていう、作業になっているのかなというふうに思いますので、それをぜひ参考にしてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。